ホイットル製の農業地域区分図遊牧、企業的放牧、移動農業、初期定着農業、集約的自給的稲作農業、集約的自給的畑作農業、自給的混合農業、商業的混合農業、商業的落農、地中海式農業、商業的穀物農業、商業的プランテーション、特殊園芸農業、非農業地域農業地理学は、 農業全般に関する地域的事象を扱う人文地理学の一分野である。経済地理学の一分野とみなされることも多い。農業地理学が明確化されたのは、1911年の地理学者のクルチモフスキーの農業の空間的分布、構成と地域的条件を解明する分野という定義によってである。この分野は長らく農業活動の際は、 自然環境の際によって説明されるという環境決定論の色彩を帯びていたが、1930年代のアメリカ合衆国において見直す動きが始まり、第二次世界大戦後にはヨーロッパでも決定論から出した。さらに、農業技術の進歩と貿易の自由化によって、様々な農産品が世界中に普及するようになり、農業地理学のテーマも多様になった。 近年では、グローバル化の影響と発展途上国における、食糧難の問題も、相まって、フードシステムやアグリビジネスなど、国際的な分析資格を取り入れることが不可欠になっている。分野の性質上、農業を営む集落である農村を扱う、農村地理学との重複も多い。よって農業に対する知識だけでなく、農村社会や過疎化の問題などに対する関心も、必要となる。 ありがとうございます。